はいどうも皆さんこんにちはミキです速解総大現代文第6回今日は不適切しということで、えー、次の中から不適切なものを一つ選びなさいというタイプの問題こ頃をやっていきます政治経済学部で一、えー、つの題文の中に2問これが出てきたので、えー、今日は特別にやっていきますさてで一応ここに解き方みたいな話がしてあるんですが実際に説問に当たってからまたここに戻っていきたいなと思っているので一旦今日は文章の方に行きたいなと さあでまずこの冒頭結構大事ですね次の文章は107名の犠牲者を出した JR 福知山線脱線事故これ僕これ小学校3年生ぐらいの時だったんですけど今でも覚えてますもう家帰ってきたらあの母に言われました「ね、ニュース見て!」って「すごいことになってる!」って、ね、こう電車がですねこう来てこう。 曲がる時にですねこうスピード出しすぎて曲がりきれずバーンってこう目の前のマンションにぶっ込んでしまうという事故で、えー、亡くなった方がほとんどだったというやつですね。とそれから福島第一原子力発電所事故の被害者が直面する問題の共通性について論じた、えー、八木恵光さんの論説になっていますというところ。で先に説問を見ちゃうと今回ははいまあ、防線のついてない問題でこの問題。えー、防点付きで 強調さされれた記述が繰り返されているとでその解釈っていうのが出ているんではいなのでこの辺りねこの4段落目のこの辺りは少しスピードを落とさなければいけない。いでまあ最初のこの辺りの話全然難しくないですよね。近代論とかやってた頃と比べればもう抽象度かなり低いですよね。だからまあまず不安って話もこうこうぐらい読めるでしょはい。 はい、という形で、えー、まあ後遺症の話っていうのをしていることはすぐに分かったかなというふうに思いますそして、えー、ここで因果関係を証明することは可能かみたいな話ね無理じゃないのという話ですね、まあ、この辺りも分かったでしょうはい、えー、それから加えてここにはい加えてっていうね追加の言葉っていうのはしっかり反応してあげ,してあげた方が良いですよはい そして事故とともに生きてきた時間が重くのしかかるという話をしているわけですね。まあこのあたりそんなに難しくないですね。はい。だからまあこう事故が起きました。もう何年か経つわけですよね。七年ってどっかに書いてあったと思うんですけど、えー、その間ですね、もう被害に遭われた方とかそのご家族の方っていうのはずっとね辛い思いっていうのをしてきたわけですよね。 そこに対する保障ってどうするのみたいなそんな話とかもしていたりするわけだはいさてじゃあこの段落頑張って読んでいきますよ今日はね内容そんなに難しくないですからねはいあのしっかりねどうやったら早く解けるかそこにこだわっていきましょう筆者が出会ってきた負傷者の中には事故のことなど感じさせない一見すると平穏な日常を送っているように見えてしまう方々も少なくないはいしかしと来て それは事故に遭わなかったということといううこ同義でではありまません、まあ、そうですよね事故に遭った人でも別に平穏な日常ですとみたいな格好をしてる人っていうのはいると。はい、そして次些細な動作でごまかしながら共存している痛みに気づいてしまうさあこのごまかしながらまあなんとなく分かりますかね、はい。本当は嫌な思いをしているんだけれどもそれをこう顔に出さないだったりとか、ね、いうふうにしていたんだけどそれに気づいちゃったみたいな感じですかね。 はい、嫌な思いをしないように頑張ってこう抑えたりとかごまかしたりしていたんだけれども些細な動作によってそれに気づく、まあ、誰,誰かのってことですねそして友人に指摘されてこう誰かからこうなんかこう言葉をかけられたと。で電車に乗っている自分が過度に緊張している、ね、本当はそんなつもりなかったのかもしれないけど実は俺緊張しているなと、ね、電車に乗るたびに、ね、こうあの時の事故のことっていうのをこう思い出してしまうようなそんな精神状態ですよね。 はい、で意識しようとしてなかったんだけどでも友人に指摘されてそこに気づいてしまう,、ね、そういうふうにして事故の記憶は不意に負傷者の日常に立ち上がるとまずはちゃんとこの棒展が打ってある部分をちゃんと理解するとで繰り返し使われてるわけですからしかも両方同じ言葉意図としても両方同じ意図のはずなんですね、はい、でまだここでピンとこない人ももうちょっと読みましょう負傷者の家族から見れば家族が負傷した足をかわいながら歩いていることに気づいた時。 事故により聴力にハンディを負った負傷者が聞き取りにくそうに首をかしげた時ここ2個並べられたねそういう何気ない仕草によってとこうまとめられたねこ,のこういうそういうっていうのはまとめの指示語なのでここは強く押さえてあげそしてその後ろの何気ない仕草ですよっていうのはここの冒天のセリフの中で出てきた言葉で言えば些細な動作そして友人に指摘されて初めてはいここと綺麗に対応するわけですよ。 で、事故の記憶はスルエルと家族の中に戻ってくる。はい。なので、自分は意識しなくてもね。他の人の、えー、何らかのこう仕草によって思い出してしまうんだということで、あの頃のことを思い出して痛みを感じてしまうんだというお話をしてるわけですね。だから、それによって意識してなかったのに気づいちゃうんだというのを強調している文脈になります。 良いで,す、ね、でそれを踏まえてもう分かった分かったってことでもう選択肢にいっちゃっていいと思うんですが、はい、ここで今日のお話していきます。まあ、いわゆるこの手の問題ですねこれちなみに不適切詞って話これ只喜びの,あの総慶治先生っていうね先生もこれ授業をされていて、えー、あの面白いのにぜひ僕の授業と見比べてみてください。はい、でよく言われるのがこの話なんですよ。ね、4つ5つと で、こっちの不適切な方っていうのは、明らかな誤りですよと。はい。まあ、これはね、気持ちはすごいわかります。で、これがなんでなのかっていうのは、まあ、宋先生に説明を譲るとしてね。僕が話したいのはね。こっちなんですよ。五個あって。一個、まあ、不適切。まあ、そこに気づいちゃえば話は早いんですよ。これ、絶対おかしいじゃんって。うん。けど、早稲田ですよ。 その不適切なものににそう簡単に気づけないんですよ、まあ、気づければいいです気づけるっていうのはもう皆さん読解力が高いでしょうこれそれが一番いいことなんでしょうけどただまあ皆さんがね次の2月とかに受ける試験がそ,、ね、そこまでも簡単とは限らないので難しかった時のことも考えておきたいのでじゃこの残りの適切詞ここにどんな特徴があるのかっていうのをちょっと考えてみたいんですよ。でちょっと2つ問題のパターンがあって。 本文全体を問う問う題例えば従来のセンター試験みたいに次の4つの中から間違ってるものを1つ選べとかあともっと昔になるとね小説なんかでよく出てました次の6つの中から誤りを1つ選べとか5つの中からあ五つはあったかな五つの中から誤りを1つ選べとかねあの2000年代前半とか結構出てました。でこの手のものなると結構面倒くさいんですよ。つまりね選択肢に書かれてるもののが全部別々の内容 だって本文全体を通ってるわけだから、本文のこの箇所について作った1番の選択肢、この箇所に作って、この箇所に対して作った2番の選択肢、全部の選択肢が本文のいろんなところをこう使ったものになっていて、はい、に対して今回はこれですよね。特定部分通問,問題、防線部が引いてある、あるいは棒点がかって打ってあってここの箇所についての特定の部分を通ってる場合って基本的にポイントは一つですよね。そんなに複数のポイントがあるわけではなくて。 角となるポイントを1個拾ってあげれば十分なわけですよつまり冷静に考えてですよ冷静に考えて傍典の意図は何ですかという問題に対してね4つ適切な選択肢を与えられたときにまさか意図が4つもあるとは考えにくいわけですよしかも全部気づいてしまうという実語でしょポイントは基本的には1個多くても2個3個だと思うんですよねだからその角となる1個を拾ってあげればいいんですよ そしてこの4つっていうのは基本的には同一の内容になるはずだって思うことによって少しは解くのが楽になるよという話を今日はしたいんですねさあ何を言ってるか全く分かんない人一緒にやってみましょうはいいくよ、はい、本文の趣旨に沿ってこの冒展による協調の解釈でしょで適切でないものを選べなさいとさっき言ったように些細な動作もう一回スライド見せた方がいいですかね この赤で書いたやつね。些細な動作、友人に指摘されて。何気ない仕草。によって。気づかなくていいものに、気づいてしまうということを強調しているんでしたよね。いくよ。はい、まず一番、あ、いいか。筆者の苦痛は。それを過んじる社会の傾向、これ見たときに。うん?。って。思いますよね。僕も思い、思い,思いました。これ、ちょたと。きうん?。はい、ろ。 被害者とその家族は十分な保証。保証関係なくない？ね。なので、このえいとかろをまずはおかしいと思うわけだ。でも答えは1個になるわけだから、なんか変なことが起こってそうですね。さあ、じゃあ俳句、はい、よ。被害者の日常ではふとしたきっかけでやり過ごして痛みやり過ごしていた。痛みが蘇ることがある。はい。ふとしたきっかけいいですね。はい、ということで、ここちょっと赤で引いておきますよ。 はいそれから次に被害者に自覚がなくとももう自覚って出てきた時点でなんか良さそうな匂いしますよね事故の記憶は痛みを回避する所詮の中に埋め込まれているねさりげない仕草の中に現れているっていう内容と綺麗に合致しますよね、はい、そして埋め込まれているのうがこれ完全にこれ間違ってますね申し訳ございませんこれ土変ですねはい、はい、それからほ被害者は日常の些細な用がもういいですね はい、なのでまずはこのハとニととがおかしいと思うわけですよねでこっから先「糸」「炉」を絞るときに、まあ、これ答えは「炉」なんですけど「炎」「炎」って言って「ロにする、まあ、いいんですよ。いいんですけどこういう解き方もできますよね。この「ハと,ニとホ「と炎」で共通しているこの「ふ」と「したさ」「ささい」っていうこのささいな動作みたいな内容と紐付づけられそうなのはどっちっていう手もあるわけですよ。 そうすると、ま、保証ではないよね。この軽んじる社会、つまり、そういうなんか些細な言葉で相手を傷つけてしまうようなそういう社会の風潮っていう風に、ま、若干こじつけに聞こえるかもしれませんけれども、繋げられますよね。ろの方はどう考えても繋げられないけど、いだったらそう繋げられる。じゃあ、いの方を消してあげて、適切だから消して、不適切なろを選ぶ。これでいいんじゃないかと。 いうことね、で実際これ文章最後まで読めばこれありましたよね「過んじる社会」って話ねもちろんそこで確認にもなるんですけれども、えー、この段階でも十分ね意が適切な内容になっていることは分かるわけですよねはいそこが大事さあでは今度は問いの14番に向かっていきますようんじゃあここのページからいきますかはい はい、で、えっと、この辺り非常に大事なね筆者の主張っていうのが述べられています。どんな主張なのかっていうと因果関係の話ですね。これ因果関係って言葉何回も繰り返されてますけど因果関係があるかどうかはこの際強い関心ごとではないっていうねこのねまたこれが説問に絡む機会があればねあのテーマとして取り上げようと思うんですがもう基本文章を書くきね筆者が自分の主張をする時っていうのは基本的には何かを否定するんですよ。 世の中の人はこう考えてるけどそれは違うっていうふうに否定することによって一般論と自分の主張をこ対比させるでそのコントラストを描くことによって自分の主張っていうのをこう主張の輪郭っていうのをこう明確に際立たせていくわけですよ。でね科学的に証明されるかどうかは強い関心事ではないつまり因果関係があるかそれが科学的に証明されるかどうかはどうでもいい。 そして次の文を見ると客観的な事実であるかどうかということで二次的な重要性しか二次的な重要性でしょ一時じゃないんでしょこれもこの前の内容と一緒ですよだから因果関係っていうものがあるかどうかっていうのはどうでもいいとはいでそしてまあその話をずっとこうやって繰り返しているんですよねでそしてここで大事なのこのじゃあ何が大事なんだってことですよねじゃ因果関係は重要じゃないじゃあ何が大事なんだはいそれが出てくるのが、はい、ここですよ Not a bad の古文ですね科学的に明らかな部分ではなくここまでは一緒ここまではずっと同じことを繰り返されているだから前回の授業で言った言葉で言うともう旧情報の反復ですよね、はい、そしてここに新情報が出てくると科学的に不明瞭の部分その一部の可能性に絡め取られるというふうに言っていると、ね、科学では証明できない部分ってことですよね、はい、その一部の可能性と。 「一流」ってのはこ一本の糸のようにかすかなものってことなわけでそのかすかな可能性に絡み取られるんだと。いという話はいそしてえ次の段落はこの辺りも分かりますねここ棒点打ってるところを読みやすかったですよね「集団としての影響は認められない」くても個々人としてはね影響があるかもよと「ここにいる人たちは影響を受けてません」でも「はい私影響を受けてます」みたいな。 私はもう十分もう傷ついてますって人がいるかもしれないですよね。はい、というような話をした上で、さあ、防戦部のあるここの段落に行きます。もし将来、自らやその家族が癌という病に侵された時、それが福島第一原発の事故とは無関係であると言い切れるのかという問いに対して、迷いなくイエスと答えることは難しいですよね。はい、それに対して、なぜという問題が今回ここに来ています。さあ、これも考え方は一緒ですよ。 まさか理由が4つもあるのかとそういうふうに考えるんじゃなくて理由はまあ一つでいいんですよ。一つメインのポイントを拾ってそれで選択肢をパン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 ンとまあ4つ消えるかわかんないけどまあ3つぐらい消しちゃいましょうよ。はいさてでそうすると、うん、なんでイエスってことなんでイエス答え難しいのうん。これもう前の段階から読み取ったよね。うん 無関係であるとは言いにくいですよだって科学的に不明瞭な部分があるからですよね、うん、例えば胸の痛みとかこれ目に見えない科学,科学で証明できないそういうのがあるからだから無関係だって言いにくいんですよねで皆さんもここ読んだ段階で分かっているうん。じゃあその路線の選択肢っていうのをまず全部拾い上げてみましょうかはいそうすると行くよまず 被害者の痛みは日常の中に存在いいいじゃないですか痛みはまだ残ってる。うん。ろ、科学的なお科学的な立証と苦痛の実態がつながらない,い,いじゃないですか。科学で証明されてもダメだみたいな感じ,感じの話だね。はいは。被害者には十分な科学医学の知識がないから知識があるないって話はまだ出てきていないのでこれは判断できないですね。それから 科学,的な方法科学的な証明はあくまで他者の論理にすぎませんよみたいなこの否定的な言い方良さそうですね。はい、さあそして「ほ」被害者一人一人は集団とどいてるこれどういうことみたいな。はいということでとりあえずまずですね「い」と「ろ」と「に」をしっかり消すってことが大事ですね。はい、はい、であとはどうするか方法に通りあるわけですよ、うん。おかしいやつを選べばいいわけですよね。 もちろんそれでいいんですですこの「歯」の科学や医学の知識がないいやこそんな話してないでしょ。いいですそれで。はい、答えは「歯」です、うん。けどこんな解き方もできますよね。はい、この「歯」の選択肢のこの一人一人は集団と同一ではないこれ考えてほしいさっきの話をもう一度思い出しましょうか集団で因果関係がないってことが証明されましたとここねあとどこだっけここかここですね。 として証明されても個々人にとってはねそれが当てはまるとは限らないよっていう話ですよね。はいっていう部分これ水色の内容と結構似てますよね。はい、っていうふうにこう紐付けてあげる。ね科学で証明したからといってそれが個人に当てはまるとは限らないようん、水色にできそうですね、はいはい。なのでここを消してあげる。はいまあるいは単純にこの集団とか って話っていうのが前の段落に出てきたことに気づけばまあいい話なんですけどただ今回これ実際の試験問題これこうまあ当然試験問題って何ページにもまたがってるでしょでこれページをめくった先に防戦後の段落が出てくるんですよ。つまりこの集団云々関連かんぬんの話ってこれ前のページの最終段落なんですよ。でこのねページの切れ目ってみんな集中力が切れるんで意外とねこの「穂」の選択肢ね見落とす人もいるんじゃないですかということなのでえ注意が必要ということですね。 はいということで答えははということになりますはいじゃあ最後にねあの一応ここね最終段落だけね、えー、見ておきますけれどもはいやっぱりこの最後のところちゃんと出てきましたね、えー、被害者としての苦痛を社会が軽んじる傾向ってこれは何なのかっていうとね要は他者がですねその被害者に対して元気,、ねあね、元気に回復できてよかったねと いやあなたは怪我が軽くてよかったねとね被害受けてるんだからいいわけないんですよなのによかったねそんな風にしてなめられてるこれがまあ軽んじる社会の傾向ということでやっぱりこれっていうのはね些細な言動の一例になるわけなのでやっぱりさっきのこの問いの10番のこの「意の選択肢はこれやっぱ適切だってことが改めて判断できるということでしたね。 はいということで今回に関してはここまでにしたいと思います。この動画が良かった人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。